こんにちは。メゾンドスヤの家主です。今回はですね、瀬谷駅から大和駅経由で、藤沢方面を少しお話しさせていただきたいと思います。まあ、以前の動画で新宿方面を少しご紹介させていただきましたので、今回は逆方面をお話ししていきます。まあ、瀬谷駅から大和までは、まあ、3分で行けるすごい近い距離ですよね。小名急江ノ島線ですので、大和から藤沢までどれぐらいの時間で行けるのかと言いますと、まあ、20分ぐらいです。 乗り換えさえさうまくいけば瀬谷から藤沢までは30分かからない距離で非常に近い距離と言えますで少しこれ拡大していきますと藤沢駅は東海道本線も走っていますし江ノ電も走っていますそして小田急江ノ島線の終着駅江、えー、片瀬江ノ島もありますじゃあ片瀬江ノ島は藤沢からどれぐらいの距離なのかと言いますと時間ですね どれぐらいの時間なのかと言いますとまあ、7分で着く距離ですまあ、総合的に瀬谷から片瀬谷の島までは1時間もかからない距離ですので休日にま気分転換がてらに行ってみるのもいいかもしれません